K-1 ドリーム99ゲストコメンテーターの聖堂会館角田信明さんとともに見ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。 K-1 グランプリ99への出場権をかけた予選トーナメントからスタートしていきます。まずは優勝候補ドイツのステファン・レコが1回戦に登場、フランスのフィリップ・ゴミスとの対戦ということになりました。まあ優勝候補と言われ続けて臨む大会というのもプレッシャーがあるかと思うんですね。プレッシャーあるでしょうね。ただまあ外国人選手ってね、あんまりそういうのなんかこう肩に力入れないでね、リラックスで戦えるやつが多いですから。そして相手はあのジェロム・レバンナが推薦したボクサーということで、まあ、キックができるのかという、ね、見方もありましたけれども。そうですね、序盤から結構出してきましたね。あの積極的に出してますよね。まだちょっとあのなんていうんですかな、荒削りというかね、はい、強引なところはありますけども、でもあの蹴り自体はパワーありますよね。そこに仕掛けていくような形で始まりました。そうですね。であのステファンもその防御に回った時にこうなんていうんですか、結構こう柳に風っていうかね、はい、あのガチガチに受け止めないでこうフーフーフーといなしているところがありますから、この辺りがあの去年から今年にかけて上手くなったところかなと思うんですよ。攻める時は出るね、はい、でディフェンスの時は柳に風で受け流すっていうね、この緩急自在のところがやっぱステファンのいいところじゃないですかね。相手の弱点をこうだんだんとね拳を交えながら探っていくようなね、探っていくっていう、だからもう頭の中いろいろ計算してますよね。うだからステファンのいいところはね、得意技っていうかその決め技を何か一つ決め技ってよく言い方するじゃないですか、はい、ステファンはね2つ持ってますからね、これ強みですよ。要するに右のローと右のストレートがありますよね。2つあるっていうのはすごい強みなんですよ。相手的に的絞りにくいですからね。よく伸びますよ ね、ステファンの右はね、あの体重伸びるっていうかね、体重がよく前足に乗っかってるんですよ、ウエイトシフト、僕らまあよくウエイトシフトって言うんだけども、体重の移動が非常にスムーズですよね。だからあのグローブの先がね、はい、そこから手首から先が伸びるようなこう画面でもそんな感じがするんですよね。いわゆるこのヘッドが走ってるってやつですよね、はい、それこそ本当にあのパンチは下半身で打つんだっていうよく、ね、漠然と言いますけどもね、下半身の体重移動がスムーズにいってるから手があそこまで伸びるんですよね。なかなかですからゴミスが出らんなくなってくるんですよね。出らんなってきましたね。もうでも足カットしますよ、ステファン。ステファンですね。このようクリンチしながらも常に左腕で相手の喉元にプレッシャーかけてますね。ああいうの嫌なんですよ、やられると。これ足元違いながらですね。そうですね。左足ですが、甲のあたりまで血がこう落ちてるのが分かりますね。リップミス、あ、聞きましたね。こう突き上げるような右のストレートです。側頭部に当たってるんじゃないですか。頭のね。
もうここはゴーサインですね。うん、ゴーサインですよ。もう危ない危ない。きっちり仕留められますよね。だから何で勝つ勝負しに行くかってことをはっきり持ってますよね。はい、このシーン、1ラウンド2分56秒でした。2度のダウンを奪います。まあもうこれほとんどそこら最初のダウンですが、次はもう意識朦朧ですね。もうほら側頭部でしょ。はい、はあ、まあ、優勝候補このステファン・レコが、まあ、難なくという形で1回戦ノックアウト勝利に進んでいきました。ナイスステファン、ナイスファイト、グッド。First round, perfect right hand. Was that your plan? I'm just looking. First one, maybe looking, and then fighting. You know. Come, 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 come.